こんにちは。うす。今日は9月2日から4日まで神宮球場で行われた乃木坂46の真夏の全国ツアーについて話していくよ。3日間とも配信で見たよ。5期生が大活躍でした。井上凪に感じたのは情感ではなく、脇目も振らずにやるべきことに集中している若者感でした。それと、SNS の X で詐欺動画サイトへの誘導ポストがなくなってるんで、みんなのポストを見やすかったです。X 側が対処したのか、詐欺動画サイトがアフィリエイトをやめたのかはわかんないけどね。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、いろいろ。2、ご規制は戦力。3、君に叱られた。柿春か。4、3日目のユニットコーナー。5、優勝。6、MVP。最初は1、いろいろ、ね。ライブで感じたいろいろなことです。まずライブで登場したメンバーが着ていたのはプリンセスドレスです。しかもピンク。違和感なく見てたんだけどさ、よく考えてみたら、この衣装は可愛い人にしか似合わないよな。その可愛い人しか袖を通してはいけない衣装を着るメンバーが32人いるってすごいよね。そのまま鬼滅曲に流れていったね。鬼滅楽曲は全体公演ではアクセントの一つだと思うんだけど、こんなに早いタイミングでメンバー紹介しながら使うとは思わなかった。今思うと今回の裏テーマの一つなのかなと。裏テーマ？後で話すよ。個人的には僕の衝動でアウトロで残され続けた伊藤リリアがとう討伐を出してたのが面白かったよ。鬼滅曲といえば、僕が手を叩く方へをみんなで歌唱してたね。3期生の鬼滅曲で鬼滅曲はその期生しかパフォーマンスしないイメージあるけど、本編のラス前に使われてたね。僕が手を叩く方へは感動しちゃったよ。前のライブで鬼滅曲をやってた時にさ、5期生が客のテンションを上げて、4期生の IC でマックスを振り切って無秩序の大騒ぎになり、3期生が僕が手を叩く方へで秩序だった興奮に整理されるという美しい演出を見せてもらったことがある。その僕が手を叩く方へで今回のライブを総括するようにパフォーマンスされたのはすごく納得感があったよ。次は2、5期生は戦力、ね。何を今更。今更なんだけどさ、4期生を戦力だと思ったのはいつだろう。そりゃその時々で事情が違うんだけどさ。4期生を戦力だと思ったのは5期生が合流してからの気がする。私が1期生を立て、乃木坂を1期生2期生を中心に見すぎてたんだけどさ。今回で言えばね、ライブ中盤で一ノ瀬美空が VTR に登場してたじゃん。夏の思い出をメンバーが演じてる VTR ね。その VTR の回しを一ノ瀬美空がやっている感じだったよね。5期生の入る前の4期生がその VTR で一ノ瀬美空役をやってたら、ライブという身内しかいない世界で新規性を試したのかなと思ったかも。今回の一ノ瀬美空は得意分野でライブを盛り上げてくれた。ライブの序盤に鬼滅でプリンセスバトル茶番があるんだけど、5期生がちゃんと言い返す役回りがあったんだよね。座長は井上凪だし、5期生が大活躍のライブだったね。そして何よりもすごかったのはアンコールで出てきた池田テレサと小川彩でしょう。数万人の前に二人で立ち、歌うでも踊るでもなく、喋りだけで盛り上げてたね。これまでのライブでアンコールの曲の前に誰かが出てきて盛り上げるなんてなかったから、言ってみれば追加演出なんだよね。この二人が選ばれたのが、フロントの内側新芽コンビってのが関連しているのかはわからないけど、追加演出にしたってよくこの二人に任せたなってのが私の印象。こういうことは熟練の技を持つメンバーがやるイメージかな？今なら3期生の誰か、岩本蓮加や伊藤リリアとか、スタッフさんも分かっててさ、池田テレサと小川綾のアップだけじゃないんだ。数万人の中で広いステージに立つ二人を遠目で映すんだよね。二人が二人だけで神宮球場の数万人を制しているのを見せてくれる。数万人が二人だけを見つめているのを見せてくれる。さっきまでメンバーみんなで立っていたステージに二人で立っているのに凄みを感じるんだよね。二人とも緊張してないんだよね。そりゃ緊張はしているんだろうけど、必要以上のど緊張はないというか。出る前のド緊張ぶりは DVD の特典映像で見れるかな？ 1 日目で小川綾がセリフが出てこないのを見た池田テレサが自然にフォローしてたのが素敵でした。結果は、その前のセリフを池田テレサが間違えてて、それに気づいた小川綾が動けなくなっちゃってたんだよね。カッキーンとカットバセイ。これまで乃木坂46は、開拓者であり先駆者の一期生が全てにおいて引っ張ってきたところがあった。今の乃木坂は3つの木が、ちゃんと自立していて頼りになる。そんなことを思いながら池田テレサと小川綾を見てました。で、さっき引っ張った裏テーマの話なんだけど、3つの木をごちゃ混ぜにするっていうのが演出のテーマにあった気がする。そうなの？序盤に鬼滅楽曲をやったり対立してたりしてたけど、
それこそそれを序盤にやって、今の乃木坂46に3つの木があることをこちらに意識させてフロートやトロッコに乗った時やカメラの前でくっついてるのが、ほぼほぼ同期じゃなかったんだよね。組み合わせが演出で決められているのか、なるべく他の木のメンバーとくっついて、と緩い指示が入っているだけなのかはわからないけど。ま、今の乃木坂46は各機が同じぐらいのメンバー数だから、ちょっと意識すれば同期でくっつかなきゃいけないタイミングも少ないってことかもしれないけどね。次は3。君に叱られた。柿春か。ね。あんた、本当に君に叱られた、が好きよね。過去曲はトロッコに乗ったり会場に散ったりしてお客さんのテンションを上げるのに使われるけど、今回の君に叱られた、はちゃんとパフォーマンスされた。まずそこに感謝。そして、泣いた。なんで？スタートのテンションを上げる曲の一つだったよ。泣くようなところは一つもなかったよ。ちょっと仕事もあったんで、一日目だけ見て感想をショートに上げるだけにしようと思ってたんだ。寂しいが正しい判断だよ。私たちはこのチャンネルだけで生活できない。というか、小遣いの一部にしかなってない。でも、君に叱られた、を見た時に3日間参戦しようと決めた。あ、まずい方に舵を切ったな。なんで？君に叱られた、に裏センターがいなかったんだ。え？君に叱られた、に裏センターがいなかったんだよ。聞こえてんだよ。理由を話せって言ってんだよ。か。カーズミーン。ああ、君に叱られた、の裏センターは高山和美だったっけね。今でもはっきり覚えている。東京ドーム公演のオーラスで会場に散ったメンバーがガールズルールの終わりにメインステージに帰ってきて、アウトロのポーズを決めて、その時のその話は後で聞いてやるから今はライブのことを話せ。オリジナルのパフォーマンスでメンバーの中心で、カズミンが柿春香に言葉を送り、王冠を授ける。今回、そのパフォーマンスを柿春香は一人だったんだ。裏センターのカズミン役を立てなかったんだよ。過去に君に叱られた、ではカズミン役を立てたこともある。往々にして梅沢みなみだったような気がするけど、今回は立てなかった。俺には見えた。そこには眉毛をへの字にして柿春香を見守るカズミンがいた。おたののうない保管力ってすげえな。時間がないのに、ここだけ使う画像を一生懸命探してたもんな。と、感動して泣いたんだけどね。柿春香がちょっと体調悪そうだったんだよね。あらあら。最初に気づいたのは1日目のアンコールでモノポリーが終わった後、遠藤桜と手を繋いだ時に表情が曇ったんだよね。軽く何かあって、遠藤桜と気まずくなっちゃってるのかな？と思ったんだけど、2日目に整列している時とか、パフォーマンス中にカメラに抜かれた時とかに表情が硬かったり、目に力が入ってなかった感じがあったんだよね。君に叱られた、や好きというのはロックだぜ、とか自分がセンターの曲は気合を入れてたんだけどね。二日目はアンコールには出てこないかなと思ってたんだけど、モノポリーもやりきって最後までステージにいてくれたよ。というか、もう一度モノポリーをパフォーマンスするとは思わなかった。アンコールの楽曲が一日目と一緒ってのはなかなか珍しいよね。ステージにいてくれるのは嬉しいけど、体や心が悲鳴を上げている時は休んでほしいな。三日目のモノポリーは遠藤桜と二人で笑顔でパフォーマンスしてました。回復できたのならよかった。ダブルアンコール楽しそうだったしね。話がとっちらかっちゃってて、申し訳ないけど、今回のライブはアンコールまでが演目だったね。3日目のダブルアンコールのメンバーの無軌道なはしゃぎ方よ。アンコールはこうじゃなくちゃね。次は4。3日目のユニットコーナー、ね。実は3日目の開始前にほぼシナリオを作り切ってて、3日目のことを差し込んで公演終了後すぐにアップしようと思ってました。なのに、新しいキャプチャを追加するとは思わなかったよ。公演直後の熱を狙って再生回数を狙う計画だったのに、ちょっと熱すぎたんだよ。ほっとけなかったんだよ。全曲、歌唱で攻めてくるとは思わなかったんだよ。本当に急遽差し込んだので、画像は話している内容と関係ないです。面白かったんです。最初は設定温度だったね。久保しおり、林瑠奈、奥田いろは。最後に歌い始めた久保しおりがワンランク上の感じもあったけど、そう感じたのは私の先入観も強いかもしれない。あの、生田絵梨花とタメを張ってたという功績は大きい。だけど、サビでの3人のハーモニーはとても美しく、心に刺さるものがあったね。5期生では歌唱については中西アルノが頭3つぐらい抜けていると思ってたけど、加入直後はともかく、今はそこまでの差はないのかな？次は、あの日僕はとっさに嘘をついた。吉田綾乃クリスティ、伊藤リリア、中村れの、筒井あやめ、柴田優奈。ダンスで見せるイメージのあるあの日僕はとっさに嘘をついた。アンダラのクライマックスに組み込まれていることが多いけど、今回は歌唱で見せてくれたね。一つ前の設定温度で、各機の歌うまを揃えたと思ったのに乃木坂46の層は厚い。いつもは、
テンション爆上げのあの日僕はとっさに嘘をついたをじっくり聞かせてもらったよ。ごめんねずっと。は西野七瀬のソロ曲。歌い出しはよだゆうき。西野七瀬から全てを教えてもらった後輩です。歌唱メンバーは、よだゆうき、柿春花、伊尾木真央、小川や。西野七瀬は4期生が合流する前に卒業しているから、柿春花たちは西野七瀬の伝説を目の当たりにはしていない。よだゆうきが西野七瀬をどれだけ慕ってたか知らないかもしれない。ひょっとしたら後輩にとっては、よだゆうきは斉藤飛鳥を慕ってたイメージあるかもね。個人的にはよだゆうきは優しくされることを西野七瀬から学び、斉藤飛鳥からその優しさを大きく伝えることを学んだと思ってる。よだゆうきはもう、乃木坂46の飛び道具じゃないね。寄り添ってくれる先輩だよね。そのよだゆうきは西野七瀬のポジションに入ることが多い。今回だって夏のフリー&イージー、他の星からをパフォーマンスしてる。それでも西野七瀬のソロ曲をよだゆうきが歌うのは特別なものを感じたよ。そして最後に絶望の1秒前。井上凪と中西あるの。ソロでもなく、3人以上でもない。デュオだからこそできる歌唱の表現があると初めて理解しました。あんた、口開けてみてたよね。ここまで3つの上質な歌唱を聞かせてもらってさ。それを締めるにふさわしい2人の歌唱。心を洗われたよ。歌っていいよね。その後に弓木直が出てきて MC を始めたね。雰囲気がゆるっとしました。少し気持ちが張り詰めてたから、弓木直が空気を軽くしてくれた。このユニットコーナー、MC も含めてパッケージとして完璧でした。いいものを見せてもらいました。次は5、優勝、ね。今回で心に刺さった楽曲です。今回の優勝はモノポリー、です。さっきあんだけ君に叱られた、を語っておいてモノポリー、なのね。一日目にアンコールでモノポリー、で遠藤桜と柿春香が二人で立った時に、贅沢。って思ったんだよね。アンコールにしては強めの演出が入っててさ。この二人が揃うと唯一無二感がすごいなと思いながら見ちゃった。乃木坂の歴史も十数年。今回のライブって最近の表題曲があんまり入ってなかったよね。お一人様天国ぐらい？去年ぐらいの表題曲だと山下美月関連の楽曲になっちゃうのかな？去年の今年でセンターに代役立ててのパフォーマンスもちょい違うかな？だからモノポリーが聞けたのが妙に新鮮だったのかもね。山下美月関連っていうのかな？ガールズルールは一ノ瀬美空が引き継いだ感じがあったね。白石麻衣、山下美月に継承されてきたガールズルールの煽り。一ノ瀬美空が負けないくらいの大声煽りでお客さんたちもテンションを上げてたね。曲中の煽りもかっこよかったよ。3日間、一ノ瀬美空の煽りを聞いてて感じたのは、白石麻衣や山下美月にはてめえら、ついてきやがれ。という少し荒々しさがあるんだけど、一ノ瀬美空のはみんな、行くぞー。って感じがする。山下美月たちが10メートル先から叫んでるのに対して、一ノ瀬美空は5メートル先ぐらい。客席との距離じゃなくて、気持ち的な距離ね。一ノ瀬美空はちょっと近いのね。それが一ノ瀬美空の距離感なのね。次は6。MVP、ね。A と柿春花でいいのかな？違うよ。あんだけ語っといて柿春花じゃないの？じゃあ座長の井上凪？優勝じゃないけど、井上凪は若者感があってよかった。梅沢みなみ役星織が同じ立場になったら上位感を発揮するかもだけど、井上凪は若者が全力を尽くしている感じがすごく良かった。でも井上凪はすごかったよ。オープニングのチートデイは客を一気にライブに引き込み、クライマックスの入り口のお一人様天国のイントロの3、2、1、5の大合唱の熱は乃木坂ライブの定番になりそうよ。初日にここにはないものをソロで歌った時の風で揺れる髪とドレスが神々しかったし、当たり前に女王への階段を登っているというか、女王だと思うんだけど、女王感より若者の全力感を感じたのはどこ？今思うと、日焼けの仕方かな？夕方の太陽に照らされた井上凪の顔が日焼けなんかには脇目も振らずにやるべきことだけに超集中しているように見えたんだよね。もちろんアイドルだし化粧品の CM にも出ているわけだから日焼けやお肌のメンテを気にしてないわけがないんだけどさ。それと3日目の本編最後の挨拶の時に自分が成長途中であることを実感してて、言葉が詰まったことを情けない姿、と自分を律しているのがまさに若者でした。そんじゃ優勝は誰よ？今回の優勝は遠藤桜です。ポニーテールの遠藤桜が可愛すぎた。3日目のおでこ出しも可愛かった。ずっとニコニコしている遠藤桜が可愛かったね。それとね、すごい自信を持ってパフォーマンスしている感じがあった。ダンスレッスンしまくったのかな？ん？そういうことじゃないんだよね。自己肯定感が2、3段階底上げされて、ダンスという一面ということではなく、自分自身に自信を持てた感じがあった。斉藤飛鳥の言葉を実現したような。斉藤飛鳥の言葉？
あなたがたくさんハレにしてきた事実をちゃんと認めてあげて、ってメッセージ。遠藤さくらがその事実を認めてくれたのかもしれない。その一挙手一投足に迷いがなくなってたよ。最終日の MC で話している時に以前の声の細さがなかった。自分に自信を持って話してた。それがすごく嬉しい。さて、全部言い切ったかな？言い残したことはある？あとは、メンバーの一人がクレーンで上の方に上がっていくんだけど、それが高い。10メートルぐらいあるんじゃないの？って高さだった。乃木坂のメイン公演ってやっぱすごいなと思った。よし、言い切ったっぽいね。締めるよ。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。